ましてよろしくお願いいたします。渡辺美穂さんの先輩の山中美和子さんには2度この番組にご出演いただきました。いろいろ無理を言いまして、お答えいただいたんです。今日もいろいろ無理言いました、ね。はい、今日は、はい、山中のピンチヒッターでよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。そしてもう一方は、こちらは国丸ジャパン極みでもおなじみのこの方です。マリーンズのピッチャー佐々木朗希、背番号17。千葉ロッテマリーンズ場内アナウンス担当の谷保恵美さんです。スタジオにお越しいただくのが4回目ということで、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。佐々木朗希投手に関してはもう去年いち早くもうアナウンスしていただきました。今年こそですね。ですよね。やっと今度オープン戦で登板するっていうニュースが出たので聞けますね。はい、はい、渡辺さん谷保さん、もともとお知り合いではあるんですか？そうですね、90年の秋にマリンスタジアムで東西対抗、セリーグの東西対抗なんですけども、はい、マリンスタジアム使わせていただいて、はい、谷保さん多分入社されてすぐだと思うんですけれども、その時に山中さんと一緒に、うん、はい、お目にかかって、谷保さん毎年私たちにロッテののど飴を送ってくださるんですよ。はい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 、この前も去年も私どうもどうもありがとうございます。いい、私のああいう品なんですけどこれはいいですよね。そうなんです、本当にキャンプ前に送ってくださって、うん、はい、キャンプ地にも持って行って、はい、大変助かってます。そういうところでね、 G と M の交流が生まれてるわけですね。はい、まあ、よくウグイス嬢っていう表現しちゃうんですけど、渡辺さんにしても谷尾さんにしてもこういう表現ってどうですか？そうですね、会社的には場内アナウンス担当ですとか、うん、いうふうに使ってまして、自分ではなかなかウグイス嬢とは言わないです。私ウグイス嬢なんですって言いづらいですよね今まで一度も言ったことない、では、国丸ジャパン極み初出演です。ジャイアンツの渡辺美穂さんのプロフィールご紹介いたします。渡辺美穂さんは1958年のお生まれ、東京都品川区のご出身です。1979年、現在の株式会社読売巨人軍に入社され、場内アナウンスの仕事をお始めになられました。以降産休を挟んで40年にわたって勤め上げられ、2018年読売巨人軍を定年退職、一昨年からは契約で場内アナウンスをご担当、今年で43年目のシーズンに入られます。先日こんなニュースが流れました。去年巨人が42年ぶりに場内アナウンスを採用と。これはだから渡辺美穂さんが採用されて以来ってこと？そうですね、場内アナウンスの募集としては、はい、私が入社した時以来になります。ですよね、ジャイアンツの場内アナウンスっていうと、まあ、山中さんにもご出演いただき、まあ、以前は武田さんでしたっけ？はい、私がそうですね、野球を見始めた頃は9連覇の時代で、うん、はい、武田鶴さんのアナウンスをテレビやラジオでお聞きしてました。すごいよな、覚えてんだもん俺もな、はい、今年は5人体制でアナウンスをされる。そうですね、新人の3名には最初2軍3軍の試合を、はい、経験していただいて、はい、その後交流戦ぐらいから1軍の東京ドームの試合にも入ってもらおうと、はい、思っています。794人の応募があって複数回の選考を経て、小倉セラさん、セーラさん、はい、高橋瑞希さん、山本夏樹さんの3人が選ばれたということですけど、これは結構渡辺さんにしてもそれから山中さんにしても先輩が今教えてる最中ってことですか？そうですね、2月の、末から2軍の試合が、はい、練習試合や強力リーグ始まったので、そこで、はい、アテンドというか、はいはい、見させていただいてます。だからその42年前を思い出すんじゃないですか。いわゆる我々初泣きとかって言いますよね、マイクの前で初めてお客様に聞いてもらう、ラジオの場合は電波に流れるって。もうその3人の、場内アナウンス長はもうデビューはまだこれからですか？そうですね、10日に、1試合を3人で、はい、やってもらって、11日から1試合1人という計画になってます。谷保さんなんかドキドキしますよ。
逃さないようにってすごく集中してて、自分がアナウンスするよりも疲れました。あ、そうか。特にあの試合は動きます。動いてるものだから、まあ、選手交代もあるし、いろんなルール説明、まあ、ルール説明はアンパイアがやりますけど、とにかく生き物ですもんね。そうですね。何が起こるかわからないので、この辺また伺っていきます。ちなみにあの今年の、渡辺美穂さんの開幕戦はいつになりますか。あの毎年山中と交代で、はい、あの当番決めてるんですけれども、ね、今年は、私が3月26日東京ドームの、はい、開幕戦、横浜 DeNA ベイスターズ戦になります。うわー、好きですよね。そうですね、もうすぐですね。もう大ベテランの渡辺さんにしてもこうワクワク、多少の緊張感とかあるんですか。それもあるんですけども、最近開幕戦はあのスターティングラインナップの発表は MC の高橋大輔さんがやってくださってるので、はいはい、あの開幕のセレモニーをちょっとあの気楽に見られるあ、そうか、はい、お客さんと一緒に楽しんでますさあ続いて谷保恵美さんプロフィールです。谷保恵美さんは1966年の生まれ、北海道帯広市のご出身です。野球に関わるお仕事をなさりたいという思いを叶えて、1990年株式会社ロッテオリオンズに入社を果たされました。入社2年目の1991年から場内アナウンスを担当、今年で31シーズン目に入ります。また1996年10月から今日までなんと1試合も休むことなく連続担当を継続中、今年の開幕戦で25年目にわたる大記録となります。球場アナウンスの鉄人ということで、これはテレビとか一般の新聞にも大きく取り上げられました。連続試合数というと谷尾さん何試合になる。そうですね、これ正確に数えてないですか1600を超えたとは思います。はい、で2020年シーズン終わりで一軍公式戦1885試合ということですので、今年の開幕戦で1886試合目と、すごいですね。あの球場アナウンスの鉄人谷保恵美さんの記録はどこまでも続きそうなんですが、なんと谷保さんの相棒が一足早く引退というニュースが、先日スポーツ新聞を賑わせていました。これどういうことですか。本当に相棒なんですけど、はい、マリンスタジアムで長年使っていた場内放送と、まあ、マイクがあるんですけど、はいはい、こちらをそろそろあの買い替えようかという話に球場関係者がなりまして、それであのそれに目をつけた球団のものがだったらオークションに出しますよ谷保さんと言われまして、梶原さんでしょうあたりですそれであのオークションサイトに出すことになりまして、ちょっと いざ出すとなると私ちょっとすごく寂しいんですけども、あの遠く離れていくことになりました。ちなみにですね、はい、あのコードとかスタンドはありません、で毎回は必ず新品用意してるそうですけども、はい、オークションあと5日間ですね。はでも高く落札してほしいですよいいえ、なんでしょう、どっちかっていうとあの大事に使ってくれる方が買ってくださるといいなと思ったのも、カラオケの練習ですとか場内放送でもいいんですけど、何かにしら使ってくださるとか、そういう方が買ってくださるといいなと思ってます。はい、飾ると思ってますよ使わないと。あの一応入れてくださいって言われてました。いらないって言われたら書きます。渡辺美穂さんはここまでの試合数でいうとどのくらいになりますか。あの私もカウントしてなくて、あの今回この機会で昔の手帳をめくって数えてみたんです、はい、結構時間かかったんですけど、そうしましたらセリーグの公式戦が1190で、その他に2軍戦や、日本シリーズWBC ですとか日米野球オープン戦、練習試合などを合わせて800ぐらいありましたので2000に届かないぐらいですね。1990ぐらい。これもすごい数だな。あのお二人に共通しているのはとにかくここは練習試合だからって息抜けないってことですよね。そうですよね、試合は同じなので、はい、まあ、マリに行けばずっと谷保さんのアナウンスを聞けて、東京ドームに行く、あるいは、多摩川の方も今読売、ランドのジャイアンツ球場もね、なんか新しいものに生まれ変わる。
なじみの声でこの後もいろんなことを無理を言ってもごめんね、この後もどうぞ渡辺さん谷尾さんよろしくお付き合いください。よろしくお願いします。さっきも二方が場内アナウンスされた試合数がとんでもない数字だってことはお伝えしましたけども、お二人とも球場アナウンスの仕事をしてこられて一番大変なことご苦労ってのはこれ渡辺さん何ですか？もともと野球が好きだったので苦労に思うことはなかったですね。山中さんがずっと一緒にやってきて、はい、2年先輩でずっと引っ張ってくれたので、はい、楽しく、はい、やれてましたし、ただ在職中は事務職がスカウト部だったんですね。読売巨人軍のフロントのスカウト部、はい、はいはい、それでドラフトとか入団発表とか準備が忙しい時にアナウンスの担当があるとちょっと東京ドームに行く足が鈍ってしまってもう本当に会場ギリギリに入ったりしたこともありまして、はい、そうですね。あとは 6,7 時間座りっぱなしなんで翌朝足がつってしまうことがちょっと年取ってからは多々あって、それは谷本さんも同じになり、本当そうですね。座りっぱなしなので、うんうん、もう最近は何でしょう、いいクッション座布団を着ています。山中さんね、ジャイアンツの山中さんもおっしゃってたけど球場アナウンス専任じゃなくて、だから渡辺さんの場合はスカウト部だからやんなきゃいけない仕事もあったし、確か山中さんは遠征の費用の計算とか、そうです、運営部っていうところで、はい、だから本当に事務所に戻るとまだ待ってる仕事があるわけです。そうなんですね。谷尾さん、はい、鉄人今までずっとやってこられて、やっぱりなんだかんだ言ってここが大変だな、僕のってさっきはいい座布団が加わりましたさっき渡辺さんともお話したんですけども、なんと同じ悩みがあったんですが、はい、やはりこう試合が続いてしまったりすると、見る夢も本当はゆっくり休みたいんですけど、夢にも仕事の夢が出てきてしまってて、こんな試合に間に合わない夢ですとか、もう読めないスターティングメンバーを渡されてどうしようっていう夢とかでこう真っ青になって目が覚めるとか。小田原さんもやっぱありますか？ありますね。例えば、はい、こういう仕事をマイクを前にしてる仕事ってかなり近くなんだろう。あります。でも選手名読んだことない選手名が来ることって現実ではないはずです。そうなんです。ちゃんとチェックしてるあるはずなんですけど、突然渡されて読めないっていう誰やねんっていう、ここはなんかアラビア文字とかみたいな書いてあって読めないとかこれは職業上の悩みだよね。この泥酔してニュースが読めないって何度も見ましたちょっと違いますね、それ、はい、さてここでですね、今回お二方にご出演いただくにあたりまして、スタッフからこのような質問をお二人に出しています。選手の好みは関係なく、アナウンスをされていて一番気持ちよくアナウンスできる選手はどなたですかという質問、お二方快諾していただきまして、こちらをやっていただきます。まずはジャイアンツのアナウンス係、渡辺美穂さんからお願いいたします。バッターは上原に代わりまして高橋由伸、バッターは高橋、背番号24。おお、なんか久しぶりに聞いたな。由伸さん、なぜ由伸さん気持ちいいですか？4番バッターの時も1番の時も、今アナウンスした代打の時もなんですけども、打席に入るまで のルーティーンの動作がすごくかっこよくて、でホームランの放物線が本当に美しかったんですよ。カーンって打ってからライトスタンドに入るまでの放物線です、はいはい、私個人的に美しいっていう日本語を使うのは高橋由伸さんのホームランの時だけだと思います。マイクもちろんオフにした状態で、なんて美しいのそうなんだ。そうですね、よく、はい、独り言言ってました美しいホームラン。それは吉野さんには伝えたことあるんですか？あります。なんで吉野さんそうしたそうって、まあ、その後ね、まだまだやれる
した大輝選手、はい、あのスタメンで出る場合もありますけど、あの俊足を生かして終盤にダイソーで出るときってドームの盛り上がり方が違いますよね。そうですね、あのダイソーはダイソーで、例えば、もう引退してますけども、はい、鈴木貴大君とか、はいはい、あのすごく湧くんですよね。今でしたらやっぱり増田大輝ですかね、はい、私は増田大輝、今のこの前コーチの福留さんからジャイアンツカレンダー初めてもらいました。2月が増田大輝と吉川尚輝だったんです。大輝今年も頑張れよって感じだったんですけども、そのダイソーで増田大輝選手が起用される瞬間、東京ドーム、こんな感じということでリクエストさせていただきます。ファーストランナーウィーラーに代わりまして増田大輝。ファーストランナーは増田、背番号0。大体、ま、去年はお客様大、ね、大変ご苦労されたわけなんだけど、ね、これ満杯の東京ドームだったらうわーってなりますよね。ですね、はい、どうもリクエストに答えていただきまして、ありがとうございました。はい、続いて千葉ロッテマリーンズ谷保恵美さんがアナウンスをしていて気持ちよくアナウンスできる選手をお願いいたします。マリーンズのピッチャー唐川優19。はあ、唐川勇気投手、これ去年もちょっと谷保さん唐川選手に期待してるって話してますけど、もうベテランの域に、ねね、なってきましたよね。成田高校からもうなんかぼっちゃんぼっちゃんしてたんだけど、千葉出身で、はい、たくさんファンがね、はい、いつまでも応援してます。唐川勇気選手投手が登板って時の気持ちってのは何なんですか。そうですね、あの最近はあの選手の皆さん登場曲っていうのを持ってるんですけども、はいはい、あの結構私登場曲に気持ちを引っ張られると言いますかなのであの田中選手の曲がかかるとすごいそれに乗ってすごい気分よくアナウンスしちゃうっていうので、田中選手 DJ の気分はそうですね。あとのお二人も谷本さんやっていただいてよろしいですか。あ、はい、はい、マリーンズのピッチャー増田52、1番センター藤原京太背番号2。はいはいはい、まあ、増田投手は守護神ですよね、はい、まあ、ここで、まあ、基本勝ってる試合ですに登板するとやっぱりゾゾマリンはうわっと来るわけですね。そうですね、これまた登場曲が乗れる曲でお客さんが踊るんですよなのでちょっとあの楽しい感じで藤原選手に至ってはあの大阪桐蔭の花の何人組なんか分かりませんけど、あのキラー星のごとくの中で今一番活躍してますもんね。そうですね、うん、キラキラしてます。キラキラしてますよね、はい、左バッターボックスに立つと本当に気持ちいいですね。そうですね、見てても楽しいです ね、 ね、やっぱ乗るんですか。あ、そうですね、本当にまたあの似合わないすごいしっとりした曲を使ってます。これがまたいいのでぜひ聞いてみてください、はい、さあ、続いてですね、今度は、お仕事を通して今までで一番嬉しかったことは何ですかという質問に対して、お二人ともに、まあ、キャリアがありすぎてたくさんありすぎてというお答えが共通していたんですが、まずはですねジャイアンツの渡辺美穂さんの数多いお答えの中からまた私のリクエストに答えて、1980年初めて4番ファーストをとアナウンスした時という答えがありました。ちょっと中田さん思い出してもらいます。2回の裏ジャイアンツの攻撃は4番ファーストを4番ファーストを背番号1これはだって野球が大好きで巨人が大好きでジャイアンツに入ったわけでしょ。はい、ああ私言っちゃってるってドキドキしました。ファースト背番号1、はあ、1980年ですからもう王選手ももうそろそろという現役最後の年ですね。あ、そうか、80年がそうか、はい、できてよかったですね。本当そうですね、
中学生だったね。そういうわけにいかなかった。それからもう一つ、渡辺美穂さんの答えの中にこういうのがありました。1981年ゴールデンウィークの後楽園、セカンドだった新人の原辰徳選手が中畑清選手の怪我のため初めてサードの守備に就いた時の選手交代アナウンスというのがあります。これをお願いいたします。ジャイアンツただいまの回、代走の篠塚がそのまま入りセカンド、セカンドの原がサードに回ります。4番セカンド篠塚、5番サード原、以上に変わります。これがあの原辰徳さんの、まあ、後に4番サード原になるわけですけど、それの最初だったわけです。そうですね、最初ですね、はい。これゴールデンウィークでしょ。ゴールデンウィーク5月4日です。これあのゴールデンルーキーで入ってきた原辰徳選手はサードに、最初セカンドの守備でキャンプからずっと、はい、練習試合続いてたんですけど、中畑さんがセカンドに滑り込んだ時に怪我して、はい、退場ということになりまして、はい、その時の後楽園のお客さんどうでした。あ、もうすごい沸き方でした。あの後にあの亡くなった藤田監督も、はい、あの取材の記事であの時の歓声はすごかったっておっしゃってましたし、うん、中畑さんもあの病院に向かうあのトレーナーに付き添われている時にそのアナウンスと歓声が聞こえて、あ、俺もう戻れないって思った。まあ、なんかうちの残酷だけどね。そうか、それから4番ファーストが、あ、4番サードが原辰徳という選手の定位置になったわけですもんね。4番がね、あの中畑さんが復帰して明け渡してしまったかどうかはちょっとあの定かではないんですけど、もしかしたら3番で原さんで4番はファーストの中畑さんだったように、はい、記憶してますけど。さあ、でもう一つですね、あの数多いあの思い出のアナウンスの中で、これはねちょっと聞けなかったっていうか、ラジオ沖のジャイアンツファン、あるいはカープファンの皆さんもこれ聞きたいんじゃないかなと思うんですけども、あの2009年ですね、8月15日から負けなしで優勝ゲームのアナウンスをずっと渡辺美穂さんが担当されてました。はい、そうなんです。で、唯一の引き分けというのはですね、あの亡くなった時はコーチをお務めだった木村拓哉選手が急遽キャッチャーマスクをかぶった試合、翌年追悼試合での、谷選手の涙のホームランと合わせて思い出深いということなんですけど、これは覚えてます。私中継見てました。誰もキャッチャーマスク、キャッチャーミットを誰がやるんだって言ったら、木村拓哉さんがもうベンチ裏で、あの最後のキャッチャーだった加藤選手がソフトボールでプレー続けられなくなってしまって、それですぐ木村拓哉選手があのブルペンでキャッチングのアップに行ったっていう、はい、ホール。そのキャッチャー交代、それちょっとアナウンスでお願いできます。覚えてらっしゃるんですか。多分これっていうのが、はい、あ、じゃあお願いいたします。はい、ジャイアンツただいまの会議、代走の古木、そのまま入りサードの脇屋がセカンド、セカンドの木村拓哉がキャッチャー。うわー、これ木村拓哉ファンも今たくさんいますからね。あのカープ時代から含めてちょっとこうぐるっとくる方も結構いらっしゃると思うんですけど、ちょっと場内騒然としてましたよね。そうですね、もうあの延長12回で、はい、あのかなりのお客様も引き上げていらっしゃったんですけれども、はい、その残ってくださったお客様の歓声がまたすごくて、豊田投手と野間口投手がつないだと思うんですけれども、ランナーは出したんですけれども0点に抑えて、はい、原監督がもう肩叩いて、はい、迎えてましたね。ちょっとこうぐるっとくるな。さあ、お待たせいたしました。続いて、お仕事を通して今までで一番嬉しかったこと、今度、千葉ロッテマリーンズの谷本さん、たくさんありますが、ここ何年かではという前提でこの方のお名前を挙げてくださいました。谷本さん、お願いいたします。福浦選手、プロ入り通算2000本安打達成でございます。福浦選手、おめでとうございます。
られないです。もう一言お願いできますか。そうですか、やはり。4番ライト、サブロー鉄板。あれまあ、ずいぶん時間経ちましたね、引退してから。でもやっぱサブローのアナウンスは、あの同じ同業であるジャイアンツの渡辺さんもこのサブローという場内アナウンスを聞きになったと。そうですね、やはりあの谷保さんってやっぱりあのサブローから認知度が上がって、はい、それまでも、ね、楽しいアナウンスをずっと続けてらしたんですけれども、サブロー選手ってジャイアンツに実は、はい、ね、在籍してたんですけど、はいはい、やらないのって言われて、いや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 そうか、ジャイアンツに移籍して ね、でまたマリンズに戻ったんですよね。そうですよね、やっぱサブローの声聞きたいって人もまだに多いですよね。そうですね、はい、こんなに長く語尾を伸ばしてアナウンスするなんて本当ありえないんですけど、まあ、これはご本人の希望だったのであの最後の引退試合でのアナウンスって確かサブローが何秒って確か出てましたよね。そうですね、でもあのなかなかサブロー選手が最終打席に入れないぐらい長くアナウンスしますって言ってたんでできるだけ頑張ったってもうちょっと泣きそうになりました。そうそうそう、あので今お二方のその忘れられないし、まだまだいっぱいあるんですけど、またあのいつで機会を改めてということで。さてあの去年のジャイアンツはセントラルリーグで、まあ、優勝は、まあ、果たしました。日本シリーズで敗れました。で千葉ロッテマリーンズパシフィックリーグで2位、クライマックスシリーズで敗れて日本シリーズ進出はならなかった。共に敗れた相手が同じ福岡ソフトバンクホークス。どうですかこのホークスの壁っていうのは、ジャイアンツ、マリーンズ、渡辺さん。実は私が去年の仕事納めは、はい、京セラドームの日本シリーズ第1戦第2戦だったんですね、はい、もうあのそうですね、ソフトバンクさんのあの巨人軍9連覇の時のような、はい、畳みかけてくるような強さが、はいはい、すごく感じました。容赦ないっていう感じです。谷本さんどうですか。いや本当にそうですね、ホークさんは強いです。あの下克上があるんじゃないかって言われましたよね。またそうですね、なかったですね。いやでもやっぱりあれですよね、あのホークスに勝たないと日本一にはなれないことは今年も間違いないと思うんですけども、それでも、こんな質問させてもらいました。渡辺美桜さんに、今年のジャイアンツが日本一になるために鍵を握る選手は投打でお一人ずつ挙げてくださいということで、渡辺さんお願いできますか。まず投手から。そうですね、あの菅野選手はもちろん活躍してくれることが大前提なので、はい、鍵を握るという意味では場内アナウンスです。ジャイアンツのピッチャーの交代をお知らせいたします。高木に代わりましてピッチャー高梨、9番ピッチャー高梨。高梨投手は本当によく取ったな、フロントがっていうぐらいトレードできてくれて大車輪でした。去年あのシーズン途中に加入してくれて、はいはい、だからあまりにも大車輪だったので今年疲れが残ってないかっていうのがすごく心配なんですよね。ミラーといい楽天がよく手放したなという、ありがとう楽天って感じがします。そこから巨人が日本一になるために鍵を握る打者野手です。こちらも渡辺さんお願いします。1番ライト梶谷、背番号13。梶谷はベイスターズからも絶対ベイスターズは手放したくなかったですよね。ですよね。でもこれは間違いなくトップバッターは梶谷選手に行くでしょう。オープン戦もそうですもんね。そうですね、はい、この後ですね、あの、まあ、千葉ロッテマリーンズは11時台、谷本さん申し訳ないですけど私は一方的にちょっとスイッチ入りすぎちゃって、よろしくおっしゃいましたので、はい、はい、ということで、ジャイアンツ渡辺美桜さん、そして千葉ロッテマリーンズ谷尾恵美さん、この後もお付き合いいただきます。ロッテののど飴、セリーグで言えば直
品でいうと巨人対ヤクルトの時はヤクルト側からヤクルト400の差し入れがあるとかそういうのないんですちょっと聞いてないですねそういうのあるといいですね、はい。この後、この時間までに入りましたニュースをお伝えした後、今度は千葉ロッテマリーンズ今年の鍵を握る投手と野手、そして渡辺さん谷保さんそれぞれジャイアンツそして、マリーンズ今年の開幕オーダー原辰徳監督井口監督より先にお二人によって発表して、これ公式な話じゃないですからね、お二人があくまでも独自考えたやつを発表していただきます。ありがとうございます。谷保さん、続きまして読売巨人軍場内アナウンスの渡辺美穂さん、千葉ロッテマ